どうもなおちんです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は蜂モッド使ってみたいと思います。いろんな蜂をスポーンさせることができるモッドらしいんだけども、どんな感じなんでしょう。結構卵がいっぱいあるね。上から順に出してみましょうか。ではまずはこれから、オレオ B、クッキーのオレオ。で次が、キッチン B。これは普通の蜂っぽいね。なんだこれ。なんか変なのが出てきた。強いのかがわかんない。この真っ黒なやつはなんだ？真っ黒は、コール B。石炭の B か。これはなんだ？ゾンビか。これダイヤモンド。石炭がいるってことはダイヤモンドの蜂もいる。これは、鉄とかそういうのもいるんでしょ？ドラゴン B。何それ？ドラゴン B。うわ、かっこいい！小悪魔みたいなやつが出てきた。ドラゴン B。これ絶対強いでしょ？なんかめちゃくちゃ出てきたね。次が、ダンジョン B。なにこれ？剣が刺さってる。剣が刺さってるやつが出てきた。もう瀕死なんじゃないのお前たち。そしてエメラルドだな。エメラルド B。綺麗綺麗。ダイヤモンド、エメラルド。なかなか綺麗な。さあ、どんどん行きましょう。エンダー B。なんか、緑色。これがエンダーね。ゴールド。ゴールドが一番綺麗じゃない？で、アイス。ほいほい。そして、アイアン。出た、鉄。なんか鉄っぽくない。銅だな、これは。どっちかというと。で、これが、この青いやつね。で、これなんだ？ネザーにいそうなやつ。で、これが、なんだこれ。いや、ほんといろんなやつあるな。ありすぎでしょ。で、これはね、ピグリンのやつね。レッドストーン。こういうのもあるか。うわ、増えたな。めちゃくちゃいるな。落ちないでよ。さあ、もう少しだね。まずはこれ。RG。あれ、色変わるぞ。RG の蜂は、なんか色が変化する。スケルトン。スケルトン。弱そう。で、これが、スライム。ウィザー。ウィザー、真っ黒いやつ。強いのかな？ゾンビ。ゾンビ弱そう。かなりの数の蜂を出すことができるね。ちょっとこれ、エンダードラゴンと戦ったらどうなるんだろう。勝つかな？では、ドラゴン B 出してやってみようか。どうなるだろう。いけ、ドラゴン B！ かっこいいな。でも、ここ、実際真っ暗だから、わかりづらいな。ちゃんとダメージ与えれるんだろうか。まあ、向こうがね、こっちに、攻撃してきたら、来た！目が赤くなった！いけ！全然弾かれてるぞ、お前たち。やられてる！見た目だけか、お前たちは。そんなことないでしょ。ドラゴンだよ、ドラゴンの蜂だよ。で、ダンジョン。お前らそれ、背中に剣が刺さってるでしょ？その剣でなんとかエンダードラゴン倒してみてよ。軽く100匹はいるね。いけ！全然エンダードラゴン、蜂たちを寄せつけない。近寄ったやつからバンバンやられていってる。なんだこれ。ちょっとあいつら黒いから分かりづらいな。これ分かりやすいね。ちゃんと攻撃してるかどうかが、こいつらだったら分かりやすい。すごいね、色がピンクとか赤とか青とかいろんな色に変わる。なんで変わるんだ？まあそういう種類なんだろうね。これならちゃんと攻撃してるかどうかが分かる。目が赤くなった。攻撃してる。いけ。もっと出す。どんどん出すぞ。エンダードラゴン倒せよ。よっしゃ、めちゃくちゃ出した。分かりやすいね。やっぱ色がついてるから、分かりやすい。いや、これエンダードラゴンの方が動きが早い。全然ついていけてないぞ、お前たち。やられてるー。うわー。ダメだ、全然お前たち近寄れないじゃん。近寄ったそばからやられていく。うわー。ダメだ。大暴れして全然ダメージを与えられない。ダメだね。この蜂じゃダメージ1ミリも与えることができないみたいです。いやー残念。こいつらだけで倒せるかなと思ったんだけどね。蜂じゃどうもできないみたいです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。